in Totoro, My Neighbor Totoro, is this based upon an old folk tale, you know, the legend of these creatures that are only seen by children? トトロはですね、トトロを作りたいよりも、その自分が今までこう無視してきた日本の自然に対する感謝と愛情を表現したいと思って、そういう映画を作りたいというのが出発点だったんです。あのバス停でお父さんが帰ってくるのを待ってると、横に不思議なものがやってくる。そういうシーンの断片と、小さな女の子が庭に立っていると目の前を半透明の変なものが通っていく。その2つのイメージだけがあって、そのまま10年以上僕のスケッチブックの中に眠ってたんです。そのバス停で待ってる子は大きいんですよね。だってそんな小さな子が、あんまり小さな子がそんなところに迎えに行くはずがないから。でも目の前をトトロが通っていくときに立ってる子は小さくなきゃいけない。で2人出てきてどうしようっていうふうに後で考えたら、ああ姉妹にすればいいんだっていうふうに突然解決がついたんですけど、うん、そのどうしようのまま本当に長い間ほったらかしになってました。でその10年間の間に随分自分の家の周りを歩いたり他のところに行った時にも風景を気をつけて見るようになりました。それでこれはひょっとしたらあの映画に使えるんではないかとか、そういうことで随分いろいろ食べましたから、なかなか企画が通らなかったんですが、企画がなかなか通らなくてよかったんだと思いますね、うん、キャラクターに関しては見たことないもんですから適当に書いてあのただ賢いんだかバカなんだかわからない大きなもので、それでいるんだかいないんだかわからない そういうものを作りたいと思ったんです。あのスタッフが描くときに物を見てる目を描くなってこう、どっか遠くを見てるのか見てないのか、そういう目を描くようにっていつも言ってました。